世田谷区で一家4人が殺害された事件から間もなく8年になります。殺害された宮沢みきおさんの両親が4人の墓参りをして心境を語りました。父親の義行さんと母親の節子さんは今日午後、埼玉県新座市にある一家4人が眠る墓を訪れ、墓前に線香を供え無言で手を合わせました。この事件は8年前の大晦日、世田谷区の宮沢みきおさん宅で一家4人が殺害されているのが見つかったものです。墓参りを済ませた義行さんは報道陣の前で心境を語りました。7年ですかっていうふうなことになって、その時まで我々の方が生きてるかどうかわからないですね。そうなると悔しいですね。先日、時効がなくなるようにというふうに、お願いしたところですけどもね、賛成してくださる方が多いようなんで、ちょっと力強く感じてはいます。また義行さんは以前、犯人が名乗り出れば賞金を出したいと警察に相談したことも明らかにしました。情報の提供は年々少なくなっていますが、警視庁は犯人のトレーナーやシューズなどをホームページで公開するなどして情報の提供を呼びかけています。事件は未解決のまま8年が過ぎようとしていますが、角田さん、お父さんのこの義雄さんの時効まであと7年という言葉、お気持ちを考えますとね、そうですよね、殺人事件に時効なしっていう強い訴えなんですね、これは通るかどうかまだこれからだと思いますけれども、被害者の遺族の立場っていうのはね、今回の司法制度の中で今までできなかった被告人の質問が可能になったとかね、少年審判の傍聴が認められるようになった、これは前進だと思うんですよね、ただ世田谷事件のようにね、未解決のケースについては捜査の進展を知りたいっていう遺族の強い気持ちがあるんですけども、これはね、まだなかなか受けられてない、建前的に捜査は秘密っていうことがあって、それは分かんなくもないんですけどもね、やっぱり今後の課題として考えてほしいなと思いますね。まだ十分でないということですね、はい、警視庁は情報の提供を呼びかけています。